時は戦国時代後期。天文21年、1552年3月。尾張の国を実質支配していた織田信秀の死により、家督を継いだ信長に対抗するように、尾張は混乱状態に陥った。駿河遠江の大主、今川義元は、織田派と今川派に割れる三河を支配下に置くべく、軍を動かすも、その最中の天文24年、閏10月、今川の軍配者、大元節斎が病で亡くなってしまった。節斎の死により、今川軍の動きが鈍化したことで救われたのが、織田信長であった。尾張守護、芝義兼の傀儡化に成功し、清須城へ移っていた信長は、敵対する弟の織田信雄を力でねじ伏せ、さらには芝義兼を尾張から追放し、自らが守護となるべく策を講じた。その動きに黙っていなかったのが、尾張上軍の守護代、岩倉織田家の織田信雄であった。信雄は、信長の弟、信雄や、美濃の斎藤義達に、さらには、蟹江城を抑えた服部友貞らと通じ、信長の強大化を防ぐべく、動き出した。その動きを察した信長は、知多軍の伊豆の信元を使い、今川から解放され、はずに戻っていた、吉良家嫡流の吉良義康を挙兵させ、今川の目を吉良に注がせる間に、岩倉織田家の討伐、同時に、重臣、佐久間信盛を三河に向かわせ、織田派の寺部城や広瀬城救援に動いた。その狙いを察知したのが、今川義元の庇護下で元服を終えた松平宗家当主、松平元信であった。吉良家の内向は織田や水野により図られたことであり、その目的は三河北部に織田軍で、安庄や岡崎といった三河の中枢を北から狙うことだと信元は説き、吉良家の前に先に西鴨軍を制圧する敵の裏をかく策を提言し、義元はそれを受け入れ、松平元信を総大将に任じた。吉良鎮圧軍の総大将岡部元信や副将宇戸の長照、朝比奈元友といった今川の主力が羽津軍に集結する中、9年ぶりに岡崎城に入った松平元信は、祖父清康の康の字をもらい、松平元康と名を改め、初陣戦である西鴨軍制圧戦に挑んだ。上野城の酒井忠直の援軍を得た松平軍は、佐久間信盛を大将とする織田の御詰めをあっさり追い払うと、士気が低下した広瀬城、そして寺部城を力攻めで攻略、初陣戦を見事な勝利で飾ったのだ。その知らせが信長の耳に入ったのは、それから5ヶ月も先のことであった。秀貞、蒲軍の寺部や広瀬の城が落とされたとは誠か？殿の耳にはまだ入っておりませなんだか？ああ、聞いておらぬ。秀貞、何故、俺に知らせぬ。いや、これは三河攻めの大将である佐久間殿から殿にしっかり伝えるべきと何度も言っておいたのですが、殿の気を案じての忖度であろうかと。これを忖度とは言わぬ。ははは、ごもっともに。吉良の睨み合いは続いておるのだな。はい。吉良義康様は西条城に入っており、初の地侍らの多くは嫡流である義康様に加担している様子。されど水野信元殿がこの藤井城の松平と品谷、大浜城の長田重元の調略に手こずり、水野の主力が全て初軍に入っておらぬ状況とのこと。敵方の吉良義明は矢作川を挟んだ東条城に入り、今川の総大将岡部元信がこの室城を本陣に構え、海手には厚みから入った朝比奈元友隊、山手には宇野の長照隊、奥平貞勝隊、浅井正俊隊、ご詰めとして吉田城の小原重実隊がこの不幸渦城で控えていると、今のところ敵方が川を渡り攻めてくる気配はないとのことに。さすがに足利御一家衆である吉良家の内向だ。岡部元信ごとき一家臣に吉良義康攻めの采配はきつかろう。されど岡部率いる今川の主力が三河に入って早半年が経ちます。いくら何でも長陣が過ぎるかと。で、あるな。それより懸念すべきは、佐久間信盛を撤退に追いやり、鴨軍を制圧せしめた今川の将だ。大将は松平元康と聞いております。松平元康、どこの松平だ？岡崎松平、すなわち松平宗家の主であると。何？以前当家が人質としておったあの竹千代だと？そうなりまする。バカな、まだ16そこらのガキであろう。上野城の酒井忠直が援軍として加わったことも大きいですが、草の者が申すには指揮は全て元康が担っていたと。確かに竹千代は何か底知れぬものを持っておった。まだ俺が吉報氏であった頃、あやつはことあるごとに俺の心を見透かしてきたでな。もしや吉良の内乱を使い三河を狙おうとしていた俺の策を見抜いての寺部城攻め？さすがに戦場の経験が乏しい大将に思いつくことではなかろうかと。
さしずめ栄えただなおの入れ知恵かと。まあ、なんであれ、北三河が塞がれた今、岩倉攻めを強行するべきではないな。織田信方をお許しになるので。まさか、岩倉の織田信方を消さねば、俺が尾張守護に就くことはかなわぬ。もしや、末盛城の信勝様を。ああ。この加護軍を失ったことで、今川方が弟、信勝に近づくことも考えられる。岩倉城を攻める上でも、豪固の憂いは立っておかねばな。ダメですぞ。殿から挙兵しては。わかっておる。弟のことは、権六と川尻に任せようと思う。秀貞は、下の水野信元殿に、吉良から撤退するように、早馬を頼む。吉良から撤退とは、反旗を掲げられた吉良義康様は、どうなるので？加護軍を失った以上、もう吉良は用なしぞ。さすがにそれをお伝えするには荷が重うございます。頼んだぞ。どちらに行かれるので？岩崎城だ。単身で行かれては危険です。案ずるな。またざ行くぞ。は織田信長は前田利家ら数名の幌士を引き連れ清洲城を立つと、森山城を経由し佐久間信盛の守る岩崎城に向かった。佐久間殿、今宵も酒ですか？そうじゃ、これ見てみよう。名手攻め佐久間、絵師に明治しっかり描いてももらったんだぞ。寺部城の鈴木殿は自害して果て、広瀬城の三宅殿は今川に下ったのです。城下では佐久間殿はすぐ逃げるから頼りにならぬとぼやく者も。逃げたのではない、あれは抜いただけじゃ。一緒のことだ。いやいや、逃げは弱腰の将が行うこと、それと違い抜くは先見の明ある将が行うことじゃ。ははは。ほう、ではこたびの軒とやらで得た見識を申せ。信盛。信盛じゃと？あ、ほの、なな、何故ここに？信盛の間抜けな顔を拝みたくなってな。と、殿に拝まれては恐縮に。照れるな。はあ。こたびの援軍失策により、信盛の所領を半分召し上げる。それは困りまする。いずれ大太一は用意する。それまで所領に戻り、頭を冷やせ。それは。良いな。は。信長が、もろもろの対策を講じてから、数日が過ぎた頃、三河国、安土郡、西条城の平義康を訪ねてきた将がいた。次はら、三つけ宿、お泊まりの方は鈴でお知らせくださいませ。ははは、かごやの頭にそっくりですな。であろう、このかごは、引間、舞坂、吉田、御湯の順に泊まります。ははは、吉安様は誠下達者にございます。浅井様、殿より急ぎの文が届きました。信元様からか。なんと。いかがした？信長様からの命で、我が水の隊は、吉良の内乱から手を引けと。なんじゃと？信長殿は、わしを吉良の主とさせると申しておったはず。それを今さら。信長様の命ゆえ、それがしはここで。おい、六之助殿。親方様、水の家臣、久松長家殿の援助の方が、お目通りを願っておりまする。久松といえば、水の一門衆の久松家か。信長殿からの命で参ったのであろう。粗相なく落としせよ。はは、ご無沙汰しております。元信殿ではないか。もしやわしをうちに。まさか、吉良様は松平にとって父のごとき存在にございまする。そして吉安様とは駿府にて共に研鑽した中、今でも兄と思い慕っておりまする。偽りを申せ元信殿。偽りではございません。あと、祖父清康より一時いただき、なお元康に改めてございます。そうか、元康としたか。確かに政権時での歌会やけまり、社協、権利子に至るまで常に一緒に学んだな。はい、良き思い出にございまする。何もかもそなたの方が出来が良いゆえ、良き思い出ではないがな。年下のそれがしに花を持たせていただき感謝いたしまする。そうか、そう思ったか。して、今川一門のそなたが敵方となったわしに何用ぞ。今ならまだ間に合います。東条城の吉良義明様に降伏を申し出てください。義明は弟ぞ。あの者に頭を下げるなど。気持ちは痛いほどわかります。されど、このまま抗い続けて勝機はあるのですか？織田信長が三河から今川軍を一掃できるとお思いですか？それは老子はこうおっしゃいました。よく敵に勝つ者は争わずと。吉安様は何があろうと吉良家嫡流のお方なのです。三河での混乱が静まれば、吉安様の願いも実る時が来ましょう。されど今ではありません。今は動かず静かにしておくべきなのです。もう手遅れぞ。そんなことはありません。それがしから岡部元信殿に伝えておきますゆえ、数日後に降伏を願い出てください。わしはどうなる？再び駿河に戻されることになりましょう。吉本様にはそれがしからうまく話しておきますゆえ、ご案じなさらず。信じてよいのだな。父も祖父も
キラ様には大変お世話になったと聞いております。その恩をそれがしが返させていただければと。わかった。仲立ちが叶い安堵しております。ではすぐにも岡部殿の陣に向かいまする。うむ、あ、一つ確認じゃが、貴様つながりの縁者と申しておったが、母が嫁いでおりますゆえ義父にございますれば。そう捉えるのか。内々に吉良義康の降伏を認めさせた松平元康はその足で岡部元信の入る室城に向かった。岡部殿聞いたか。大浜衆の働き見事ぞ。これで水名の兵は海を渡ってこれぬであろう。うむ、松平殿も鴨軍兵丁も無事終わったと聞く。我らもそろそろ動こうぞ。松平殿とは何を申すか。松平元康殿にご隠居様に伺いもせず名を勝手に改めた不届き者ぞ。今川一門を名乗る将の行いではない。まあ戦に勝利したのだからそう熱くならぬでも。いや、わしは認めぬ。何を認めぬので。元信。元康です。それをわしは認めぬのじゃ。氏真様が岡部殿と同じ意味名でややこしいと申しておりましたゆえ、祖父の清康から一時いただいたのです。じ、殿の名を出しおってして、そなたの役目は終わったのであろう。早く駿河に戻られよ。吉良の仲立ちをすると吉本様に進言しておりましたゆえ少し動いておりました。まずはこちらを。な、なに。吉良義康が吉明様に降伏するじゃと。織田信長が本腰入れて吉良様のご詰めに動くつもりはない。今川軍の総攻めが始まる前に降伏することが肝要であると訴えましたところ、あっさりその文書をしたためられました。そうまでして手柄が欲しいのか。手柄とは何のことに。お主の仲立ちで吉良義康の身柄を捕らえることができた。そう殿やご隠居様に報告するつもりであろうが。まさかまさか。岡部殿をはじめとする諸将の粘り強い行為により義康殿は降伏を決められたのですぞ。それにその文書にもそれがしのことは一言も触れておりませぬ。まあわかった。明日にも義明様にお伝えし対応するといたす。そなたは気をつけて駿河に戻られよ。はは、では駿府にて岡部殿そして吉良義康殿のお戻りをお待ちしておりまする。そ、何がお戻りをお待ちしておりまするだ。奴のお膳立てをしにハズで長陣しておったわけじゃないぞ。よう腹を立てられる日じゃの。これ煮干しじゃ。これを食うと落ち着くぞ。いるか。ご隠居様からは義康殿を捕らえよとの命じゃ。血を流すことなく駿府に連れて行けるのじゃから、それで良いではないか。良くない。何が気に入らぬ。松平の小僧ごときが出過ぎた真似をすることが許せぬ。こうなりゃ力ずくで義康を捕らえてやるぞ。おい、何をする気だ。西条城を攻めるまでぞ。お、本気かよ。吉良義康攻めの総大将岡部元信は松平元康のお膳立てを無視し西条城攻めを決めた。宇戸の隊、朝比奈隊は続々と矢作川を溶かし西へ進軍。遅れて岡部率いる本隊も川を渡り布陣した。元康は間違いなく駿河へ戻っていったんだな。ああ、共につけた者から引き間を過ぎたと早馬が入ったところぞ。よし、皆の衆、これより我らは西条城攻めに向かうぞ。城主吉良義康を殺めてはならぬ。必ず生け捕りにしてわしのもとへ連れてまいれ。捕らえし者には思いのままの褒美をやろうぞ。よし、全軍前進じゃ。岡部元信の号令により西条城攻めが始まった。五千もの今川軍が押し寄せてくる光景を目にした西条城の城兵はすぐにも吉良義康に伝えた。よ義康様、今川軍が来ました。おお、お迎えをよこしてきたのじゃな。気が利くではないか。迎えではなかろうかと。なぜじゃ。数千を超える数で向かってきておりますゆえ。バカな。くっそ、松平元康が意を油断させるための計り事であったか。朝比奈隊が南門に攻撃してきました。主兵の士気は低く、もって数刻かと。今のうちに隠し道からお逃げくださいませ。織田信長は足を見限ったのじゃぞ。どこに落ちようと申すのじゃ。ひとまず平坂の入江から船で下に渡り水野信元殿を頼りましょう。わかった。平坂までの案内を頼む。はは、隠し道はこちらに。報復の支度を進めていた吉良義康は今川軍の突如の襲撃に全く対応ができず、数名の共回りとともに西門から城を抜けると船で三河湾から知多半島へ落ちていった。そのことを知らない今川軍は全方位から車に侵入していく。まだか、まだ見つからぬか。岡部殿、ダメじゃ、逃げられておった。奇襲で城を包囲したのじゃ、逃げ道などない。まだ城におるはずじゃ、必ず見つけよう。いや、この捕らえた首相が吐いたのだ。吉康は本郭から西へ抜ける隠し道を使い地帯へ落ちていったと。松平元康と申す将に降伏する旨の文を渡しておったはず。何故城攻めをされたのです。うるせえ、下郎は黙れ。おい、切ってどうする。これは一体どういうことですか。よ、
義明様、何故ここに？松平元康殿から、兄上は自ら下ってくるから戦にはならぬと聞いておったが、岡部殿らの隊が矢作川を渡り西条城に攻め込んだと家臣から聞き、急ぎ向かってきたのか。ち、元康のやつ、義明様には知らせておったのか。あの兄上のことです。おそらく今頃は船の上でしょう。よ、義明様、このことはどうか殿やご隠居様にはご内密に。これだけの将と兵が動いておるのです。遅かれ早かれ駿府にも伝わることでしょう。う殿殿、どうしよう。切腹の作法でも確認しておくとしようぞ。切腹、いやじゃん。今川義元からの絶対の命である吉良義康の捕縛であったが、松平元康の知略を妬み嫌う岡部元信の失策により不守備に終わった。岡部や鵜殿の隊は西条城を抑えると重い足で西三河を離れた。一方、下に逃げた吉良義康は小川城で水野信元に庇護されると織田信長にかくまってもらうべく船を使い尾張に向かうことを決めた。その信長はある計り事を実行に移していた。それは再び反乱を企てていた弟信勝の成敗であった。信長は病と称し清洲城に呼びつけた信勝を屋敷内で殺害したのだ。苦渋の決断ではあったが、実の弟がいなくなったことでお家内の分裂は解消していくこととなった。清洲にいないと思ったらここにおられたのですね。今日という今日はしっかり教えてちょうだい。信勝を殺めることはしないと言っておきながら、どうしてこうなったのです。吉報使、聞いておりますか。まあまあ、御前様、話はこの権禄が伺いまするゆえ、こちらへ。どこ触ってるのよ。次はわしをやる気であろう。まさか兄者はこの名古屋をしっかり守ってもらわねばならぬ方。わしは信長に、いや殿に逆らう気は毛頭ござらん。わかっておりまする。では何故この城に参ったのじゃ。清洲城は敵の患者がようけおるでな。ここにもおるやもしれぬぞ。兄者が城代なのです。おるはずがない。それは良い意味で捉えてよいのじゃな。お好きに捉えてくだされ。信長様、待っておったぞ藤吉郎。探れたか。は、松平元康ですが、岡崎城に入らず駿河に帰っていったとのよし。道東海の信用を置ける仲間からの知らせにございます。吉本や氏真に報告しに戻っただけではないのか。三河を立ち、すでに三月経ちますが、岡崎に戻ったとの知らせはございません。で、あるか。竹千代のやつ、よほど吉本に気に入られていると見た。先般の寺部城の一件で、岡崎や安生、お牛、福間、桜井といった松平衆の士気が上がってもおります。早いうちに始末するがよろしいかと。小物のくせに殿に愚心するでない。愚心ではござらん。松平元康を始末せよと殿に申したであろうが、愚心に他ならん。おいらの務めは、松平の内情をつぶさに調べ上げ、信長様。うっせえ。俺は、小召集筆頭、槍の又雑魚と前田利家だ。このまた左衛門に口答えするとはいい度胸だ。槍でぶっ刺してやる。へえ、やれるもんならやってみなされ。おざいたな。うるさい。ほら、うるさいだとよ。薄汚ね小物は下がっておれ。またざ、お前のことだ。え、おいらが。下がって、館の外を見張ってこい。は。松平元康は、使える奴やもしれん。始末を考えるは時期尚早だ。藤吉郎、引き続き、松平の動きを調べておいてくれ。はは。殿、探しましたぞ。おう、佐賀勝。その顔は、めでたい知らせじゃな。はい、やっとです。やっとか。貴重、でかした。あの世で同三公も喜ばれよう。違います。違うだと。貴重の解任ではないのか。はい。ではなんだ。将軍、足利義輝様が、三好長義とは牧師入居したとの義に。おう、室町の御所に戻られたか。残念ながら、御所は、老朽化と戦火により、祭り事ができぬため、二条の館に入ったと。どこでもよい、京に入られたのなら、すぐにも上洛だ。今すぐでは、さすがに迷惑となりましょう。年明けに、新年のご挨拶が寺では。そうだな。銭は三千貫、あと、装束に、馬、傭兵の調達など、もろもろの支度を定勝に任ずる。はは。お任せくだされ。よし、尾張の国主が見えてきたぞ。殿、水野信元殿がお越しです。何、すぐに会おう。客間に通しておけ。あは。まさか信長様が名古屋城においでとは。わしではなく信弘兄者に用事であったか。いえ、信長様にご相談です。実は吉良義康様をお連れしております。連れてきたのか。はい。さあ義康様。信長殿、何故を見捨てたのじゃ。いや、見捨てたわけではない。松平元康に寺部城を落とされたゆえ、それどころではなくなったのじゃ。世をたぶらかした松平元康、あやつの計りごとで城を失ったのじゃ。許すまじ。元康は吉良攻めにも加わっておったのか。そうじ
今川に下れば命は助けると約定まで書かせておいて、城兵の気が緩んだ隙をつき、今川軍総出で城攻めを仕掛けてきよった。まさに孫子の兵法、軍総編にある。故に三軍は気を奪うべく、将軍は心を奪うべしか。松平元康、ますます気に入ったぞ。何を申される。あの者は敵であり策士ですぞ。今はそうではあるが、手なずけることができれば強い味方となろう。弟を殺めるまでした信長殿の言葉とは思えませぬぞ。それを申されるな、今でも苦しいのだ。して用皮具してもらえるのですな。ああ、この名古屋城の空いた屋敷を使われるがよい。うむ、これで一安心です。ここだけの話だが、俺は年明けにも将軍に謁見する。なんと。そこで尾張国司としていただけるよう嘆願してみるつもりだ。いよいよ尾張守護へと。ああ、そうなれば今川との戦の形も変わることになろう。いかにもですな。来年は忙しくなるぞ。信元殿にも一芝居打ってもらうゆえ、その時は頼むぞ。はは、尾張の神信長様。ははは、まだ早いぞ。信弘兄者、いかがした。来年早々にも上洛することにした。兄者は俺に代わり、岩倉お尋めの大将をお願いしたい。わしが大将をやってもいいのか。兄者の他に代わりの務まる者がおりましょうや。副将は柴田勝家、それに林秀貞、丹羽長秀、さっさ正次、あとは犬山城の織田信清殿にも援軍を頼み、岩倉城を包囲しておいていただきたい。総攻めはいつじゃ。俺が戻るまでは包囲し、降伏勧告のみ続けておいてくだされ。それだけか。ええ、詳細は権禄から伝えさせまする。ではごめん。そうか。将軍足から良してるが、京に戻ったことを知った信長はいよいよ上洛を決め、支度に取り掛かった。また同時に岩倉織田家討伐の動員もかけた。年が変わった永禄2年1月、平義康を取り逃がした岡部元信が新年の挨拶がてらの戦果報告をしに今川館に入った。元信。はは、新年明けましておめでとうございます。ちっともめでたくない。はは。何故義康の投降をまたなんだ。それは元信、はっきり申せ。氏真が切れるのはまだ早い。はは。それが一向に下ってくる気配がなかったゆえ、西条城に使者を一度も送らず奇襲攻めしたと聞くが。それは元信、はっきり申せ。だから早いのじゃ。はは。ご隠居様、申し訳ございませぬ。どうしても城攻めにて義康を捕らえたく思い。違うであろう。元康の計略を妬み、自らの手で捕らえようと焦るが、あまり無策に攻め込み、義康に逃げられてしまったのであろうが。その通りにございまする。されど信康はご隠居様の許しなく勝手に名を変え、そして吉良攻めの総大将である拙者に何の相談もなく勝手に義康と会っておるのです。今川不代の将としてこれを許すことはできませぬ。わしは結果を出せぬ者の言い訳が大嫌いじゃ。見よ、元康は寺部攻めの前に名を変えたことの許しを根踏みをしっかり起こしてきた。祖父の名をいただくことで松平衆が一丸となった。そして戦に勝ち、織田信長の威信低下につなげた。見事の一言に尽きるぞ。今思えば、何故あの時わしは元信と命名したのかと後悔までしておる。意味名については承服いたしますが、されど総大将の拙者をないがしろに敵将と会うのはわしが許可しておる。元康の三河入りは吉良義康を解き伏せるためでもあったのじゃ。西条城は吉良嫡流が代々当主であった城。そして吉良義康はその嫡流のものじゃ。その義康が矛を収め当家に下るのが何より穏便な収め方と。それがどうじゃ、格式高い西条城を攻め落としてしまい、義康には逃げられる。一番やってはならぬ結末じゃ。はは。岡部元信に申し渡す。志田軍、岡部領の本官すべてを召し上げる。並びに駿河先鋒州の任も解く。それはいくらなんでも案ずるな。不代の家臣ゆえ特別に代替地を用意しておる。それならばして、どちらに領土替えと。うむ、この尾張の国鳴海城じゃ。鳴海城。あそこは確か山口殿の城かと。不服と申すなら。いえ、当家最前線の城をしっかり守らせていただきまする。その意気じゃ、しっかり頼むぞ。はは。長照、ここに。副将であったそなたも同罪じゃ。いや、拙者は岡部殿に従ったまでに。長照、往生際が悪いぞ。父上、何かおっしゃっていただかねば浮いてしまいまする。うむうむ、いい感じじゃったぞ、氏真。よかった。長照には所領召し上げとまでは言わん。ただし尾張大高城の城代として入ることを命ずる。大高城にと。不服と申すなら上の郷城を。不服などと
所領が増えましたゆえ、こんな喜ばしいことはございません。であろう、しっかり頼むぞ。は。吉本様、一つ気になる知らせが、岡崎の家臣より届いておりまする。ほう、申してみよう。は、織田信長が、上洛に向け、支度を進めていると。む、耳に入っておる。すでに手は打っておるゆえ案ずるな。もしや、近江の六角に頼み、進路を阻害させるような愚策ではありませんよね。ははは、無論じゃ。信長の狙いは、尾張守護の座であろう。そうさせぬよう、裏で動いておる。さすが、我が父にございまする。されど、どなたに依頼されたので？中身家の下での母にな。受刑に様ですね。安心しました。こうして、キラの対応に失敗した岡部元信が、今川領最前線の鳴海城に、上野郷城の宇戸の長照が大高城に入ることになり、両将は渋々従い動いた。一方、上洛の支度を整えた織田信長は、岩倉城攻めの状況を確認し後、1月下旬頃、前田利家や、さっさなりまさら幌衆や、村井定勝ら奉公衆と共に、尾張を立った。そして、2月の頭頃、将軍、足利義輝のいる二条の御座所に入った。この御座所に入られてから、東国の領主で上洛いただけたのは、織田殿が最初です。尾張も東国の位置づけですか？さよう、畿内よりも、東はザクッと東国です。は、ああ。公方様には、話は通しております。さあ、中へ。では、失礼つかまつる。お、そなたが、尾張の暴れん坊こと織田信長殿か？はは、織田男女命中信長にございまする。こちらは、わずかではございますが、御所再建の盾としていただければと。これはこれは助かるぞ。しかし、世終わりのことは耳にするぞ。なんでも、終わりをほぼ統一する勢いじゃというのを。はは、終わり守護団、岩倉城の織田信方も、間もなく音を上げる頃でしょう。そうなれば、当家に歯向かう同族は、消え去ります。その勢いで、将軍家をしっかり支えてくれよ。は、必ずや。そのためにも、公方様に、一つお願いもぎが。おう、何でも申してみよう。何とぞ、終わり守護の職をいただきたく。それよの。今や、終わりでは、それがしを置いて、他に務まる者はおりませぬ。そうじゃの。何か問題でも。聞くに、守護であった芝吉金を追放しちゃったとか。あれは、吉金様が、敵対国衆と通じ、それがしを殺めようと画策したからにございます。それはあなたの感想ですよね。が、感想と言いますか、事実にございますれば。それを裏付ける証文などありますか？ございませんが、されど、舅である、美濃の斎藤利政殿が、守護の時様を追放し、美濃の守護についた例もございます。幕府は斎藤利政を美濃の守護職に任命した記録はないぞ。いや、舅殿は、自ら美濃の神であると。勝手に言っておっただけじゃ。なんと。では、いかにすれば、尾張守護になれるので。では、忙しいのじゃ、その問答は別のものとしてくれ。わかりました。ならば、この願いだけでもお聞き届けください。申してみよう。は、我が尾張の領土を犯す者は、将軍家に敵対する者である。と一筆いただけたらと。それならばすぐに書いて信ぜよう。これ画王と朱印もお願いいたします。注文が多いの。これこれでいいか。はは、当家の家宝とさせていただきます。良き心がけじゃ。やはり守護の座は簡単には得られませぬな。ははは、思惑通りよ。思惑通りとは？守護については今川や斎藤六角あたりが裏で手を回しておろう。あえて叶わぬお願いを先にし、その後、本命の願いを出せば、人は応じやすいもの。本命が将軍の一筆であると。一筆などと、軽く申すでない。これはご内緒だ。雄筆が書いたものではなく、将軍直筆のな。これを使い、尾張全土の統治に動く。お見それいたしました。何やつ？この多聞は斎藤か。殿、斎藤義達の手の者が、殿のお命を狙ってきておると思われまする。ここは急ぎ戻りましょうぞ。そうだな。急ぎ、尾張へ戻るぞ。将軍への謁見を終えた織田信長は、尾張に戻ると、岩倉城を囲む隊に合流し、籠城を続ける織田信方に降伏を訴えた。ご内緒の効果もあり、この後、間もなくして、信方は信長に降伏し、尾張からの追放処分となった。ここに、織田家同族による争いは終焉となり、信長は父、信秀の死から、約7年で、尾張の実質支配者に上り詰めたのだ。信長は次の狙いを同盟先の水の量とを遮る鳴海城と大高城に定め、その対応を佐久間信盛に託した。岡部殿、勝手に本狂わの獅子垣を変えられては困ります。ああ、木が腐っておったでな。あの獅子垣は曽祖父の頃から鬼門を守る策と伝わっておるのです。それを勝手に壊されては。勝手じゃと。今はわしがこの城の主ぞ。文句は言いません。そんな。それより、靴掛け城の城代として、浅井正俊殿が入られる。
浅井殿の屋敷作りの補佐を山口殿にお願いしたい。靴掛け状にまで今川の者が入るので。そうじゃ、あの信長が織田内の混乱を鎮めたのじゃ。この先いつ織田との戦が起こるかわからぬ状況、それをご隠居様は危惧され、わしや浅井のような今川不代の重鎮を織田と隣接する城に入れさせたのじゃ。ありがたく思ってもわらねば困るぞ。岡部様、龍福寺の和尚が相談があると門前まで参られております。ほう、何であろうか。和尚、いかがなされたかな。うむ、笠寺や星崎の村人らが戦が始まると怯えておるのじゃ。聞くに、遠江や駿河から続々と武装した者らが尾張に入ってきているそうではないですか。戦にならぬためですぞ。戦にならぬためと申されましたが。ええ、誰も戦などしたくはございませんからな。ならば織田家との戦は起きぬと。そう願いたいものです。そのお心をお持ちであればよいでしょう。佐久間殿、こちらへ。佐久間じゃと。織田筆頭家老、攻めても乗いても天下一品、佐久間のどもりでござる。お、和尚、何故織田の者を。なあ、怖い顔をなさらず、この終わりの地で戦が起きぬためにも一度腹を割って話してみなされ。この者と話すことはござらん。こちらにはあるのです。知らん。こちらは将軍足利義輝様より拝領のご内緒に。ご内緒じゃと。お、終わりの地は織田方の地ゆえ、その地を犯す者は幕府に敵対する悪人であるじゃと。拙者が申しておるのではありませんぞ。将軍がおっしゃっておられるのです。何が申したいのじゃ。即刻尾張の地から離れていただきたい。この愛知軍の鳴宮靴掛け、あとは知多軍の大高からもな。バカを申すな。わしはこの地を失ったら帰るところがないんじゃい。そんなことは知りません。年内の猶予を与えましょう。大高城には確か鵜殿と申される方が入られたとのことですが、その方にもよろしゅうお伝えくだされ。こんなの話し合いでも何でもないぞ。一方的に決められては困る。一方的に尾張へ侵攻してこられたのは誰でしたかな。将軍様の思いを踏みにじることだけはなさらぬように。ではこれにて。おい岡部殿、城代のお勤めご苦労様にございました。お帰りは東門より。あっさり従うわけがなかろうが、そなたはとっとと靴掛け城に行ってこい。てめえ、下打ちしたな。尾張内の今川方の城に対し撤去要請が強まりだした頃、幕府奉公使細川藤孝が将軍の使者として駿河今川館に入った。細川殿、久保様のお言葉よう分かりました。では上洛をと。追って沙汰いたすゆえ、今日にてお待ちくだされ。久保様も吉本様とお会いできる日を楽しみにお待ちです。何卒よろしくご検討くださいませ。うむうむ。幕府からはなんと。将軍からのご内緒。じゃ読んでみよう。織田信長、斎藤義達、長尾景虎らが続々と上洛しているから、吉本様も早く上洛せよと。ああ。一刻も早く上洛せねばですな。すぐにもう銭の算段を。まあそう焦るな、宇治積。上洛については、信長に先手を打たれたのじゃ。これを読んでみよう。鳴海城の岡部元信から届いた文ぞ。なんと。尾張領内から当家の兵を退くようにとの将軍の命が入ったと。信長の上洛の目的は将軍の大義名分を得るためであったのじゃ。今のこのこと上洛しては信長の策に自らはまりに行くようなもの。されどこれを知ってしまっては知らぬこととする。それは通じぬかと。よいよい。それより文の後半を読んでみよう。なんと山口の立嗣殿が織田に通じておると。元信を城から追い出したいのはわかるが、織田と通じておるの激せぬよってここに呼び寄せた。山口殿をですか。ああ、山口の立嗣をここに。ははご隠居様、大変ご無沙汰しております。単刀直入にと。佐久間盛盛と信盛かと。うむ佐久間信盛と実婚の中と聞くが、心当たりはあるな。実婚の中ではございません。たびたび会っておるそうではないか。いや佐久間殿が酒を持って勝手に屋敷に来るのです。追い返しては戦の火種になるかと思う。誠のことを申せ。今なら許してやるぞ。誠にございまする。尾張からの引き上げを命じるご内緒佐久間殿が。尾張からの引き上げを命じるご内緒じゃと。何のことじゃ。いや佐久間殿が岡部殿にお見せになったご内緒です。尾張領内に侵攻する者は将軍家の敵であると書かれており。そんなご内緒など存在せぬ。そう存在しまする。何とぞ岡部殿にお尋ねくだされ。すでに確認済みじゃ。山口の立嗣、並びに、せがれ、範義を牢にぶち込んでおけ。そんな。父上、山口の申すことは誠です。いくら何でもやりすぎかと。甘いぞ、氏真。信長の調略を受けた山口親子が、岡部の首を土産に、織田方に願えるつもりであるのが見て取れる。丸美城、大高城、靴
掛け城は水野と織田を分断する上でも、そして伊勢湾を支配する上でも一つも欠かしてはならぬのじゃ。そうではあるのですが、久保様の命を無視しては。なあ元康も思いは同じであろう。ええ、吉本様の考えと同じに。おい、そなたまでも将軍をないがしろにせよと申すか。ないがしろにするつもりはございません。すでに当家が得ておる尾張の城を返還することまでが誠久保様の命であるならば、先ほどお越しの細川様がその旨を記された氏真様宛てのご内書を持って来られたはず。されどなかった。さては細川殿、忘れてきたか。じゃあ元康は信長や佐久間の動きをどう捉えておるのだ。何故分からぬふりをなさるのですか。そうじゃな、も元康がちゃんとは分かっておるか確認しておるだけぞ。さようですか。ならばそれがしの見解を。織田家の内乱を鎮めた織田信長が水野京都を分断する鳴海城や大高城を本格的に狙い出したということでしょう。山口憲次殿は元は織田信秀の家臣、鳴海城の岡部殿に従わせていては危険だとの吉本様のご判断であるかと。ならばすぐに援軍を向かわせようぞ。まあ氏真、慌てるな。今少し信長を泳がせ動きを探るとする。信長と相対する前に三河に残るこの水野の領土を潰し、三河全域を当家のものとすることと。はは安友は、そなたは柿川城に戻り、久野城の久野元宗、二俣城の松井宗信、飯の屋城の井直盛らを集め、いつでも挙兵できるよう指示するのじゃ。はは。元康、三河に入り水野を調べ上げるのですね。相変わらず心を読むのを。うむ、終わり攻めに入る前にまずは北の水野じゃ。吉田城の小原忠実と軍議し、北制圧の最善策を練っておけ。はは。ことが将軍家に伝わるまでに水野を一気に滅ぼす。進行開始から一月以内に終わる策を考えるのじゃ。お任せくださいませ。あと年明けまでにはここへ戻っておけよ。寂しいでな。はは。織田と今川それぞれの終わりをめぐる策略が動き出した。露骨に動いたのは織田信長であった。佐久間信盛、水野忠光、織川和秀ら織田の将が御内省を振りかざし、鳴海城代岡部元信や大高城代宇戸長照に会場を申し出るも、二人は一切応じなかったため、領女を囲むように丹下砦、肥前小路砦、高島砦、鷲津砦、丸根砦、昇降寺砦、向山砦、氷上砦を次々に築いていったのだ。お、我が同志。相変わらずその気持ち悪い呼び方なんとかならんのか。そして昼間から飲んでおるのか。まあ砦も無事完成し、殿からもお褒めの文が届いたところじゃ。祝いざけぞ。ははは。殿もここまで順調に砦が築けるとは思っておらなかったのであろう。わしに怯え、誰一人城から出てこぬわ。ははは。まことそうなら良いのじゃが、あまりにも静かすぎるのが気がかりぞ。こっちには御内書という天下の宝刀があるでな。天下ではなく殿下な。森重は細かいのを、それだから砦の首相止まりなのじゃぞ。お主に言われたくはない。ところで殿から他に知らせは入ったか。頼りのないのは良い頼りと申すであろう。ははは。さあ一緒に飲もうぞ。ああ。一方前哨寺砦ですぐ西の鳴海城では、向かい山にも砦じゃと。はい、大高城の目と鼻の先にございます。兵糧攻めに入る気か。そのつもりであろうかと。そなたこの足で掛け城に向かい、浅井殿に鳴海城と大高城の情勢を伝え、援軍いただけるようお願いしてきてもらえんか。はは、すぐにも。岡部元信からの支援要請は二日城の浅井正俊に入り、翌月には駿河の今川館に届けられた。緊急の軍表情とは、尾張で何か起きたので。ああ、岡部から届いた絵図を見てみよう。信長のやつ、この冬の間に鳴海城と大高城の周りに八つも砦を築きやがった。これは、ああ、兵糧攻めで城を干上がらせるつもりじゃろう。この砦らはいつ頃築かれたので。岡部が申すには、昨年の秋から冬にかけてじゃと。なるほど。となるとこれは兵糧攻めではございませんな。何故じゃ。先ほどの絵図を見てくだされ。鳴海城も大高城も伊勢湾に面しております。陸路からの兵糧搬入が厳しくても、長島城の服部殿に依頼し、水路にて兵糧を搬入することはいつでも可能です。本気で織田が兵糧攻めを行う気であるなら、この天白川から伊勢湾に至る水域を何百艘もの船で囲む必要があるのですが、絵図にはそれが記されておりません。ふむ、確かにそうじゃな。されば信長の狙いは田植え後の力攻めか。いえ、力攻めをする気ならとっくに動いています。傭兵を多用する信長です。城攻めする気なら砦など気づかず、当家が田植えで忙しい時期を狙ってくる。では元康は
この砦の目的を何じゃと考える。吉本様を尾張におびき寄せるためのものでしょう。ほうほうほう、それが誠なら、わしも舐められたものよの。父上、ダメですぞ。何がじゃ。父上自らが大軍を率い、尾張に向かおうと考えておられましょう。正解。ダメです。そうです。吉本様は、ご隠居様として、この館に、どっしり構えておいていただかねば。信長ごとき、国主でもない小僧に、こけにされたままでは、わしの名が捨てる。そもそも、尾張に侵攻することは、将軍の命に反することにもなるのです。その件については、わしは知らぬでどうす。それに、切磋なき今、わし自らが動かねば、数が集まらぬぞ。信長の狙いは、吉本様の挙兵なのです。ああ、ゆえに、わし自ら尾張に入れば、信長も必ず戦場にやってこよう。そこで信長を撃ってしまえばよい。そこまでお考えでしたか。当たり前じゃ。わしは、街道一の弓取り。急ぎ伝令。決め台詞を邪魔しよって、なんじゃ。はっ、下郡野川城の水野信元から、密書が届きました。水野信元からの密書じゃと。今川義元殿、昨年より動き出した織田軍による鳴海城と大高城の囲いについては承知のことと存じます。当家も丹下砦、昇降寺砦、氷上砦の不審に多くの妊婦そして銭を信長殿に要求され、それも養生を落とすまでのことと信じ、しぶしぶ従ってまいりました。されど半年経てど、信長殿は一向に清洲城を出る動きを見せず、その間、大高城を囲む砦への派兵と兵糧負担は、道家が担い続けておるのです。家臣らの不満も漏れ始め、このままでは、道家は疲弊していく一方。そこで内密のご相談です。吉本殿、自ら出馬いただき、下軍から、織田兵を追い払っていただけないでしょうか。過去、今川参加を離れた戦いきさつがあるゆえ、虫の良い話に聞こえましょうが、あの時は、道家の領土を守るが、ための苦渋の決断でありました。承認は、しかるべきものを必ずお出しします。大高城南の氷上砦、昇降寺砦では、当家の兵が守っておりますゆえ、今川の主力が向かっていただけるのでしたら、砦を解放させます。吉本様のお力で、大高城、そして鳴海城を救い地の地は、当家も主力を引き、尾張侵攻の先鋒を務めさせていただく所存にございます。この信元、街道一の大将軍が、尾張に入られる日を心待ちにしておりまする。街道一の大将軍か。よく響きよの。水野信元は当家を離反した者、村木砦での戦では信長の援軍も得ておるのですぞ。信元の離反は大高城を得るため切磋に命じ、意図的にそう仕向けたのじゃ。どちらにせよ大高と鳴海へご頭を送らねばならぬ。そうなればまずは刈谷や牛田の水野領を攻めることになる。その水野が当家に下るのなら手が省けるというものぞ。そうではありますが、安易にこの密書を信じてもなりません。うむ、元康、昨年三河に入った際に水野のことを調べておくよう命じたが。はい、織田との関係に不審な点はありませんでした。ならばこの密書をどう捉える。それがしの父の森役安倍貞義が口癖のように、水野信元だけは信用してはならぬと申しておりました。この文書は決して鵜呑みにしてはならぬかと。やはりそうか。確か信元はそなたの叔父にあたるのであったな。はい、母の兄にあたります。よし、元康、そなたをわしの名代とする。三河岡崎城に入り戦支度を進めつつ、水野信元と直に会い奴の本心を見抜いてまいれ。わしがどう動くかは元康の知らせを受けて決めようぞ。そのお役目しかと受けたまわりました。しっかり頼むぞ。ほほほ。こうして松原元康は今川義元の名代として三河に入ると、戦支度を進めつつ水野信元との交渉に取り掛かった。兄様、幾度と申し上げましたよね。我が坂部の民を大高の囲いに用いないでと。ああ、それはじゃな、事情か。やろうともが勝手に決めたことで、坂部の女子供が巻き添えになるのだけは困るのです。兄様は、私が坂部の久松家に嫁ぐ際に、こう申しました。松平と違い、戦に関わりない地位へ案ずるな、と。それがどうでしょう。お題、ちょっとは、わしの話も聞くのじゃ。いいえ、良い機会です。今日という今日は、徹底的に申します。お題、さつまいもが焼けたぞ。こりゃ甘い。ああ、あなた様、先に食べるなんてずるい。弟よ、助かったぞ。いえいえ、慣れてますので。してそれがしを呼んだわ、今川に動きがあったからで。ああ、これじゃ。おいの松平元康が、吉本殿の名代として、わしに会いたいのじゃとよ。なるほど。元康殿は確か今川の一門閣でしたな。そう聞いておる。一昨年前の寺部城攻めでは松平清康公を彷彿とさせる戦働きであったと耳にしております。吉本殿も大層気に入られておるのでしょう。そのようじゃな。兄上に謁見したいということは、
誠に今川に侵入するつもりかどうかを確かめに。無論そうであろうな。信長様には今朝方松平と接触する旨を伝える早馬を飛ばした。さようでしたか。殿、松平元康殿がお越しになられました。うむ、客間に通せ。はは。おう、竹千代。いや、松平元康殿、立派になられたな。わしが、そなたの叔父、水野信元じゃ。ご無沙汰しております。ご無沙汰じゃと？拙者が、織田に囚われの頃、熱田の社で一度お会いしておりまする。おう、そうじゃったな。いや、十年も前のことじゃで失念しておった。嘘です。お初に御意を得ます。嘘じゃと？やはり、叔父上を信用することはできませんな。何故じゃ？会ってもないのに会ったふりをしようとしました。それは、拙者の話に同調することに利があると判断されたからでしょう。考えすぎじゃ。当家は、織田家からの山ほどの無理難題に頭を抱えておる。見てみよう、信長殿から届いた新たな砦を築くための人夫と兵糧を出せとの書状ぞ。なるほど、確かに信長殿の字にそっくりにございますな。本物の字じゃ。まだ疑うと申すなら、牛田城の牛田正興から今川に転じることに不服を唱えてきた文じゃ。ほう、牛田正興殿は織田を裏切ることはできぬと。ならば、牛田城が最初の攻略地となりますな。ということは、吉本殿がいよいよ三河に入られると。さあ、どうでしょう。まだ信じておらぬようじゃな。町民については、わしの抜擢、正しげを出してもよいと考えておる。城を囲む砦の絵図も、すべて渡そうぞ。なるほど。で、叔父上の要望は？駿府に送った書状にも記したが、吉本殿自らが挙兵いただき、その武勇をもって、下軍から織田の兵を排除。そして、各砦に入る当家の将らを解放していただきたい。領土は求めぬ。ただただ、下軍に平穏をもたらしたいだけ。そうですよ、竹千代。兄様の申し出をしっかり心に刻み、下の領民の暮らしを守るのです。どなたに？あなたの実の母です。母の申すことを聞けぬのですか？そのようなことは。ならばよろしい。水野家を頼みましたよ、竹千代。今は、元康と名を、母上。さて、決まりじゃな。吉本殿自ら大軍を率いて参られたなら、当家はその支援をしっかりさせていただくゆえ、その旨、吉本殿によろしくお伝えくだされ。ならば、証人の名と今川を裏切らぬ旨をこの起請文に。いくらでも書きましょう。これ。確かに。この者は、浅井六之助と申す、わしの家臣じゃ。以後、六之助を使いとさせるゆえ、何か動きがあれば指示を。浅井六之助殿、よろしゅうに。はは。では、今日のところはここらで。うむ、道中、気をつけて。妻も役に立ちますな。ああ、母は強しじゃな。されど、今川義元自らが挙兵となると、数万の軍勢となりましょう。織田家を統一した信長殿といえど、迎え撃つは厳しかろうかと。当家が今川に下ることで、悠々と大高城まで入れるゆえ、あとは、下軍に誘い込んだ義元本隊に、いずこで信長殿が仕掛けるかじゃな。じゃが、失敗し、信長殿が撃たれでもしたら。そうなりゃ、今川家の従属国衆として残ればいいだけ。吉本殿からだんまり褒美がもらえようものぞ。ははは。あ、相変わらずのしたたかさですな。定禄3年、1560年5月上旬、水野信元の今川従属を誓う起請文が松平元康から今川義元へ届けられると、義元は駿河の重臣らを今川館に集め軍議を開いた。いよいよ尾張へ攻め入るのですな。ああ、水野信元の当家帰参はなことであったと元康から文が届いた。信元の起請文がこれぞ。おお、確かに。されど、ご隠居様の出馬により織田の兵を追い払っていただきたいと書かれておるのは消せませぬな。わし自ら御詰めとして向かう姿勢を見せねば、信元とて当家を頼りに思わぬであろう。どうしても兄者自らが隊を率いると仰せなら、それがしが本隊の先陣を指揮させていただきたい。よう申した。先陣は宇治年に任せるぞ。はは、していかなる幸運になりましょうや。出陣の日は母に尋ねたところ、今月12日が吉日とのことゆえ、その日とする。皇軍については柿川城、引間城、吉田城を経由し、元康が待つ岡崎城に入る。元康の文によれば、この牛田城の牛田正興は織田に従う道を選んだゆえ、まずこの城の攻略からとなろう。その後、東海道から大高道に入り、大高城の救出に向かうのじゃが、この小工事砦と深見砦では水野家が管轄しておるゆえ、我が砦も同然新たに築かれた向山砦を攻略し、大高城に入る。元康殿の文には、大高城を囲むすべての砦を破却するまで兄者は岡崎城にて待機をと書かれておりますぞ。元康は心配性ゆえそう書いておるだけ。わしは大将ぞ。岡崎に泊まっていては隊の士気は上がらず、勝てる戦も勝てぬぞ。されど、もし水野信元が織田と図っていたのなら、大高を包囲されることも。元康の文にもあるように、
吉川城と寺本城の花板を街道の要所に布陣させるゆえ案ずることもない。であれば、氏真お呼びで。軍議の場に持ち込むでない。おっと留守の間駿府を頼むぞ。お任せくだされ。氏純はっ、そなたも留守を頼むぞ。心得ました。駿河遠江の各省への挙兵の通達も急ぎ頼む。はは、すぐにも。大高城と鳴海城の救出に今川義元は自らが大将として挙兵することを決めた。5月12日に今川館を建った義元率いる駿河の主力は、2日後には朝比奈康友が待つ遠江掛川城に入り、さらに2日後の16日に三河の国に入ると、小原重実が城代を務める吉田城に到着。およそ2万に膨れ上がった本隊はその日のうちに岡崎城へ向け勢いよく進軍を続けた。その知らせは次々に清須城の織田信長に届けられた。誠義元、自らが大将として向かってきているのだな。はっ、義元は腰に乗っており、それは将軍家であるかのような興行しい行軍である。とよし、釣れたな。しかし腰にか、偉そうにしよって。侮ってはなりませぬぞ。敵は2万を超える大軍になっておるのです。数がなんだ、多ければ多いほど兵の慢心は増す。さすれば必ずどこかに隙も生じよう。もしや城を出て白兵戦を仕掛けると。まだ何も決めておらん。されどもう吉本本体が三河に入ったのですぞ。うかうかしていたら下の水野殿が危ういかと。案ずるな、吉本が水野を攻めることはない。何故に。さあ鷹狩りでもしに行くか。と殿、2万の軍が三河に集まっておるのですぞ。またざ行くぞ。またざは銃網を切った罪で謹慎の身に。ああそうであったな。ならば藤吉郎と申せよ。はは、喜んで殿。前の今川家当主今川義元率いる2万超えの大軍が尾張に迫ってくることを知った織田信長であったが、ろくに軍議を開こうとせず重臣らを困らせていた。その知らせに誰よりも焦ったのは丸根砦の将佐久間盛重であった。誰かと思えば我が同志ではないか。ふざけとる場合ではない。2万やら3万やらの今川軍が向かってきておるのに、信長様はろくに軍議を開いておらぬそうではないか。手か飲んでる場合か。酒は百薬の長と申すであろう。今川が迫ってきておる時に飲んではろくな判断ができぬぞ。まあまあ、総神が見申すな。信長様の狙いは今川義元を駿府から引きずり出すことであろう。それが叶ったのだから、すぐにも野戦の支度に入ってもらわねば。敵は2万を超えておる。こちらは西の服部や北の斎藤を見張る兵を動かせぬゆえ、今からかき集めても多くて4000といったとこ。我ら砦兵も合わせれば8000にはなろう。聞いておらんのか、水野は計りごとに取り今川方となっておる。全ての砦兵を動員はできん。それでも6000にはなる。ここは地の利を生かし決戦に持ち込むべきぞ。まあ落ち着け。まだ今川主力がどの街道を使いどこを狙いに動くかもわからぬのじゃ。それを見定めてからでもよかろう。大高城や鳴海城を救出するが第一の目的なのは明白。よってお主の前哨地取りで攻めから始まるかもしれぬぞ。いや、そなたの丸根取りでであろう。なぜ言い切れる。攻め佐久間の勘じゃ。何が攻め佐久間じゃ。軒佐久間の間違いであろうが、おい待て。その頃大高城には長島城の服部友貞により船で兵糧が届けられていた。よう長照殿、約束の兵糧を届けに来たぜ。お、いつも助かるぞ。義元殿がこたびは銭を弾んでくれたでな。少し早めに届けておいた。海は静かであったか。ああ、熱田の織田水軍に動きはない。誠今川主力が向かっていることが織田方に伝わっているのか。ああ、村人や旅人らを使い噂を広めておるで、信長の耳にも入っているはずじゃ。水野信元がこちら側に寝返ったのも誠か。元康殿が直に起床門を取り付けたのじゃ。そなたが容易に兵糧を水揚げできたのも、ピカミ砦での水の兵がこちらに組みしているからでもある。疑う余地もない。信長は病と偽り、実の弟を騙し討ちにするようなものだ。油断は禁物ぞ。ああそうだな。死者の知らせでは、18日前後には義元様がこの大高城に入られる。その席にて、改めて義元様に会われるがよい。それはありがたい。では船に戻るぜ。ああ。この日の夕刻頃、今川義元は岡崎に入り、松平元康は街道にて義元を出迎えた。思ってた岡崎と全く違うの。それは良い方に捉えてもよろしいので。ああ、もっと田舎かと思ったが、田畑も多く、領民も生き生きとしておるではないか。ありがたきお言葉。うむ、この分なら遠江よりも良質な別品全集ができそうじゃ。はっはは、義元様ご無沙汰しております。おう、そなたは酒井忠次と申したな。は
こたびは吉本様にお入りいただく館の世話役に任じられました。お困りのことがございましたら何なりと忠継めに。一晩しか泊まらぬのに館まで用意せぬでも。今何とおっしゃられました。いや、岡崎城に一泊するだけで。吉本様はこの岡崎城を本陣とし軍配を振っていただきたく。ダメじゃ、矢作川より西は何が起きてもおかしくない地となります。まずは我ら三河衆が大高城周辺の安全を確保した後、吉本様にお越しいただければと。それでは水野信元が認めぬであろう。それに信長を討つためにもわしの主力が小針に入らねばならん。その水野を信じきってはなりません。元康殿、しつこいぞ。総大将であられるご隠居様が小針に向かうと決められたのじゃ。それに水野の降伏を知らせたのはそなたであろうが。そうではありますが。よいな元康、まずわしが大高城に入る。そして砦を順に潰していく。さすれば信長は動いてこよう。その時こそ信長を討つ時ぞ。はは。吉本様、最後尾のいい直盛殿の隊が城に到着されました。うむ、よし、皆の衆、明日早朝より岡崎城を立ち、松平元康率いる三河衆、朝比奈康友率いる遠江衆を先方に牛田城を攻める。牛田城陥落の知らせを受け、本隊も尾張に向け出立とする。よいぞな。日が変わった5月17日早朝、松平元康や朝比奈康友率いる先方隊が次々に岡崎城を立ち、西に進軍。最初の攻略先である牛田城では、今川軍の主力が攻めてくるとの噂を聞きつけた守兵らが次々に城を抜け出していき、とても籠城できる状況ではなかった。殿、現れました。あれは松平と朝比奈の旗差しにございます。ざっと4000はおります。籠城しても半日と耐えられませんが。それでも戦うのじゃ。逃げ出そうとする兵を数名見せしめに貼り付けにせよ。そんなことをしては。はあ、ならばそなたから貼り付けに。すぐに対処いたしまする。降伏はせぬようじゃな。拙者の隊は西の絡め手から攻めるゆえ、松平隊は東より攻め込んでいただきたい。承知です。ではご武運を。朝比奈殿も。よし、鉄砲隊の合図で城攻めを始めるぞ。心の準備は良いな。鉄砲隊構えよ。放て。桶狭間合戦と呼ばれる今川義元と織田信長の戦いは、水の配下の牛田城攻めにより始まった。城兵の士気は低く、そして守る数も少ないため、次々に堀を越えられ、門が突破されていく。よし、東の歌舞伎門が開いたぞ。一気に城に攻め入り、一番槍を上げよう。松平隊に遅れを取るな。我らも続け。ダメです。敵兵が次々に車になだれ込んでおります。し、かくなる上は何者じゃ。グブ、何人たりともそれなしに傷をつけることはできぬ。すぐ。おい、忠勝、これって大将首じゃないのか。いらんのなら俺がもらうぞ。朝比奈隊と松平隊が一時のうちに牛田城を陥落させたとの知らせが届きました。よしよし、幸先良いの。ならば本隊も行くかの。牛田城落城の知らせを聞いた今川義元は、予定通り岡崎城を立ち、西へ向かった。一方、松平元康率いる隊は朝比奈隊と共に知立の宿場町を制圧すると、知立神社に陣を置き、今川本隊の到着を待った。元康様。六之助殿か。そなたには大高までの道案内を頼みたい。おい松平殿、この者は水野の手下であろう。道案内などさせては危険だ。どこを使おうが安全な道はございません。まずは六之助殿の話を聞き、進路を定めましょうぞ。まあ参考程度に聞いてはやるが。ではこちらの絵図にて、今はこの地流宿におります。このまま東海道を北西に向かえば鳴海城となり、大高城に向かうならば重原から刈谷に抜ける街道を使い、境川を溶かし村木から北へ登り、桶狭間村から大高道を西に進む。バカか、水の量のど真ん中を進む道など使えるはずがない。ははではもう一つが、少し遠回りとなりますが、東海道を田楽の地まで進み、そこからあのの街道を使い、桶狭間山の峠を越え大高道に進む。うむ、それならば靴掛け城の浅井殿との連携も取れるゆえ良いであろうぞ。ではその道で大高城まで向かうとしましょう。六之助殿、頼みまする。はは。元忠、足の速い石膏を20名ほど見繕い、靴掛けから桶狭間までの調べを徹底的にさせよ。はは。元康様、今川本隊が宇都を通過したとのこと。ここまで二国もかからぬかと。うむ、皆の者、お迎えの支度に入るぞ。今川義元率いる主力が間もなく知立宿に入る頃、水野の居城小川城では、ほう、思惑通り義元殿は大高城を選んだか。それは六之助からの知らせに。ああそうじゃ、だらわけは急
急ぎ昇降寺砦に向かい、氷上砦の兵も含め、すべて本領に戻させるよう指揮して参れ。砦を空にするのですな。火は火を放ってはならぬ。兵だけ、そっと聞かせよ。御意に。あと、その罪を、そのまま丸根砦の佐久間盛重殿に届けよ。よろしいので。ああ、信長殿がどう動かれるのか楽しみよな。では行ってまいる。水野信元からの文は、すぐにも丸根砦の佐久間盛重に届けられた。まことであろうの。はい、今川軍は知流から靴掛けを経由し、大高道より大高城に入ると。水野は今川に内通しているとのもっぱらの噂、鵜呑みにはできぬ。殿、松平の石膏が桶狭間あたりを偵察しておりました。何、その石膏をここに連れてまいれ。それが捕獲を試みたのですが自害されてしまいました。石膏の使っていた脇差しが松平特有の捕巻きであったことから松平の石膏と判明。そうか、水野殿が申されていることは正しいということか。今川本体が大高に入られたら、当家は身動きができなくなります。急ぎ信長殿にお伝えくださいませ。そうじゃな、知らせ助かった。ではごめん。こうして今川義元の動きが清洲城の織田信長に届けられた。援軍に向かわねば砦の将を見捨てることになるのですぞ。そうです、敵は大高城を囲む砦から潰しにかかりましょう。それを助けねば当家の信頼は崩れ、国衆らが次々に今川に下ってしまいまする。まだ砦を攻められたわけではない。そう慌てるな。すでに水野に従う武士田城が今川軍により落とされておるのです。戦は始まっておるのですぞ。おいおい、臆病風にでも吹かれたか権六。仕方ない、宴でも催すか。余興に熱盛でも待ってやろうぞ。殿、どうなど待ってる場合ですか。いつもの信長様ではないぞ。ああ、殿こそ今川義元の軍勢を前に臆病風に吹かれたのではないのか。めったなことを申すな。今川義元が大高城を目指し進軍していることを知った信長であったが、この日もろくに軍議を行わず宴会の席を設ける始末であった。その動きを知った今川義元は田楽が久保から桶狭間峠を越え大高道に抜けると、川を溶かし布陣、先方の隊が空となっていた昇降寺砦、向山砦、氷上砦を難なく制圧すると、今川義元はこの日の夕刻頃大高城に入った。ご隠居様のお越しを今か今かとお待ちしておりました。うむうむ、長照よう耐えてくれたな。この大高城は伊勢湾を望む要衝であり、尾張の国そして伊勢の国を制圧する上で拠点ともなる地蔵。そなたを城代とさせたわしの目に狂いはなかった。はは、恐縮にございまする。ここにおられるが、兵糧を搬入いただいた服部友貞殿に。長島城を拠点としております服部友貞と申します。服部殿、誠助かったぞ。これはわしからの気持ちじゃ、受け取るがよい。ありがたき幸せ。長照、未だ信長は清洲に留まったままらしいな。はい、清洲を出たとの知らせは入っておらず、こちらの数に怯え清洲城で籠城する気であるとまで噂が流れております。吉本様、あの信長が籠城策など選ぶはずがありません。必ずやどこかで仕掛けてきましょう。ああ、そうでなくては困る。わしが練りに練った策を伝える。絵図を広げよう。まず松平元康率いる岡崎衆はこの丸根砦を攻めよ。同時に朝比奈康友の隊はこの鷲津砦じゃ。狭内都市桂山氏元率いる先陣隊は別動隊都市天白川河口から川手道を北に進軍。服部友貞殿の水軍は天白川を北上し、川から織田の小攻めが入れぬよう監視ぞ。そしてわし率いる主力は井伊直盛隊、松井宗の部隊を先方に、この山手道を北に進み漆山に本陣を敷く。これだけ隊を分けては危険です。この地は信長が熟知するいわば敵の巣なのです。吉本様はこの大高城で指揮くださいませ。信長は腰抜けじゃ。わしが大高に入る間、いくらでも奇襲の気はあったものを。清洲で指をくわえておるだけじゃでの。それは隊列を組んでの進軍であったからです。されど兵を分散させ、さらに吉本様自らがおとりになるような行軍はあまりに危険。案ずるな。信長が清洲を出たとの知らせが入れば、わしはこの高根山まで引くつもりぞ。元康は丸根砦を陥落させた後は大高城に戻り、城代として城を守れ。宇都の長照は元康に城を任せ、この桶狭間村までの大高道を守っておけ。信長が向かってくるとすれば、この中島砦から大高道に向けてであろう。そこに鷲津砦を落とした朝比奈隊が西から、井伊直盛隊が南から、そして松井隊が東から攻撃し、位置も同じ。信長の首を上げるのじゃ。仮に信長が動いてこぬ時は、うつけで腰抜けの信長じゃでありえるの。そうなれば砦の兵の士気は皆無となろう。
中島砦、前哨寺砦、断下砦、すべての砦を順に潰していき、丸見城を救出ぞ。わしは再び大高道を使え、大高城に戻るとする。数でも士気でもこちらが勝っておりまする。それゆえにおごりも生じやすいのです。何とぞ石膏は絶やさず放つ。わかったわかった、全く切磋に似ておるの。よし、明日夜が明ける前には出陣とする。深酒はせず、万全の体で戦場に赴くのじゃぞ。こうして今川義元自らがおとりとなり、信長をおびき寄せる策が動き出した。永禄3年5月19日未明、月明かりを頼りに松平元康隊、朝比奈康友隊が砦攻めに出陣。その後に続くように今川義元の本隊が大高城を立った。昨夜の患者の調べでは、丸根砦の首相は佐久間守重と申す織田の重臣、数は800ほどが詰めていると思う。うむ、敵も夜襲に備えておろうが、この砦攻めは速攻で仕留めねば義元様の身が危うくなる。多くの犠牲を伴おうが、ここは力攻めで一気に落とすぞ。全軍突撃だ。いよいよ松平元康による丸根砦の戦いが始まった。2000ほどの松平衆は2つの門を同時に襲撃し、あっという間に門を破壊し、車内になだれ込んだ。森重様、今川が攻め込んできました。そう、大高城に入ったばかりであろうが、なぜにこうも早くに。まずは闇雲に鉄砲を放たせよ。敵を動揺させ、その間に本グルを固めるのじゃ。ははん。おい、丸根砦方面から鉄砲の音が聞こえるではないか。松平隊はこう思っておらぬはず。おそらくは威嚇のための敵方の空砲であろう。なんであれ、あの音はこちらの砦攻めに支障となる。我らも急ぎ攻め入るぞ。全軍全速力で砦攻めに向かえ。3000の朝比奈隊、2000の松平隊による両砦攻めは終始今川方が優勢で進み、一歩とかからずシュグルワ以外が制圧された。中島砦からの援軍はまだか。早馬は少し前に出たばかりです。もう少しかかりましょう。それでは本グルワの持たんのだ。南門が突破されました。平八郎忠勝健三、わしを佐久間森重、この砦の将なるぞ。うどんぼ切りに切られたこと米度の土産とするがよい。うぐ、さあ大将出てこい。砦の将って言ってたやん。丸根砦の将佐久間森重が撃たれたことで、統率を欠いた守兵らは次々に松平隊に討ち取られ、砦は落ちた。またも忠勝は敵将と気づかず首を放置したのか。困ったやつです。そうだな殿。うわっ、脅かすな忠勝。敵将の首が上がったとは誠に。ああ、これが敵将佐久間森重の首ぞ。そなたが。さすが殿、お見事です。またも義元様に褒められますな。ふざけているのか。いえ、天然なだけです。そうか、重次は漆山の義元様に無事落とせたとの早馬を頼む。ははっ。よし、矢倉や蔵から使えそうなものは奪い、そして火を放て、その後大高城に戻るとするぞ。丸根砦の陥落に続き、朝比奈隊の攻める鷲津砦も陥落となり、義元の作戦通り運んでいった。その後松平隊は大高城に戻り、代わって宇都の隊が大高道へ向かった。鷲津攻めの朝比奈隊は川手道を北に進んだ地で着陣し、織田方の動きを待った。一連の今川の動きは中島砦の堀川和秀より清須城の織田信長に届けられた。信長様、今川軍が砦攻めを開始したとの知らせ。やはり早々に動いてきたか。はっ、知らせでは鷲津砦、丸根砦は共に陥落。織田与三郎殿、伊能定宗殿、佐久間守重殿野将が討ち死にと。誠部門の誉れよ。して義元は大高城にこもっておるのか。それが信長様を挑発するかのごとく、中島砦からすぐ南の漆山に着陣したと。ははは、どちらも考えることは同じということか。ならばお望み通り出向いてやろうぞ。ではすぐにも柴田様に伝え、軍備を。時の無駄だ。それにこちらの動きが筒抜けになる恐れもある。それでは数が集まりませぬ。馬回り衆や小将らだけでよい。すぐにも通達せよ。熱田の社で待つとな。ははん。藤吉郎。はは、信長様。そなたは旅の飽きんどに扮し、いや扮せずとも今の身なりのままでよかろう。中島砦周辺の領民らに、信長は一向に清洲城から出ようとしない今川の大軍を恐れておると言いふらして参れ。はは、喜んで。さあ馬を引け、鷹狩りの始まりだ。織田信長はついに動いた。信長は柴田勝家ら重臣らに相談なく、小屋馬丸衆といった直属の家臣ら数教ともない熱田神宮へ直行。その動きを聞いた家臣らは急ぎ身支度を整え、次々に熱田に参集。戦勝祈願を終える頃には1000を超える数が集まっていた。
信長はその兵を率い丹下砦に入ると、砦兵のうち体力のある若者だけを隊に加え、佐久間信盛の守る前哨寺砦に入った。殿、同志佐久間盛重は勇敢に戦い、当家のために散りました。何卒その勇を褒めてくだされ。ああ、とっくに褒めておる。盛重の弔いのため、ぜひ拙者に先方をお命じくださいませ。即死となる覚悟はあるな。は、はい。のくことは許されぬぞ。攻め佐久間にござれば。ん、酒臭いな。さては、朝まで飲んでおったな。いや、それは。まあよい、走れない者は足手まといだ。信盛は、この砦で、負傷者の手当てに当たれ。はは、かしこまりました。して殿、いかにして今川と戦いまする？まだ決めておらぬが、数が足らぬ。前哨寺砦の兵の中から、足の速い若者だけを隊に加え、中島砦に向かう。そこでも兵を募れば、2000にはなろう。策はそれからだ。はは。信盛、ここにおるすべての馬を借りるぞ。どうぞ。信長は休む間もなく中島砦に走った。その頃、今川義元は信長が一向に清洲城から出ないとの知らせを聞き、高根山まで陣を移し休んでいた。しかし信長はうつけ者と聞いておりましたが、これほど気が弱いものであったとは驚きですな。まことよの、ようこれで織田家をまとめることができたものと。どうも舅の斎藤道三や叔父の織田信光の意向があってのことだったと。どちらもこの世を去っており、織田の内情はガタガタだと。なるほどの。そりゃ軍議もろくに開けぬわな。ほほほ。不動様よりの伝令。苦しゅうない申せ。はっ、松平元康様は無事大高城に戻ったとのよし。そして大高道は不動様の隊が警備しておりますゆえ、安心してお戻りくださいませとのこと。大義ぞ。はは。あれは雨雲かの。雨に降られる前に大高まで戻るとするか、半時したら出立とする。はぁ。信長に動く気配がないと踏んだ今川義元は、高根山を下り大高道へ向け感動を進んだ。その道中、義元が危惧していた雨が降り出した。なかなかやみそうにありませんが。そうじゃな、ここらで休めそうな丘はないか。昨日通った桶狭間山が近くです。峠の中腹に開けた地がありましたゆえ、そこなら平野も休めましょうぞ。そこにしよう。雨が強くなる前にたどり着くぞ。雨をしのぐため本隊を桶狭間山に移す今川軍の様子を近くの長福寺で確認していた将がいた。それが矢野田正綱という、この地を知り尽くす信長の家臣であった。矢野田は今川の隊がいない抜け道を使い、大街道に出ると中島砦に向かった。本降りになってきたな。薪が濡れてはいかん、すぐに櫓に入れてくれ。おお、任せろ。よっ、なりまさ。また左衛門、そなたは謹慎の溝、ここに来てはまずい。手柄を立てたいのだ。なあ、どこで合戦となる、その地を教えてくれ。まだ決まっておらんのだ。偽りを申すな。偽りではない、お主は声がでかい。まあ向かい先が分かれば教えてやるで、どこかで隠れておれ。頼むぜ。成政殿、殿がお呼びだぞ。ああ、すぐ参る。今川義元の居場所が判明した。なんとして、その地とは。ああ、この絵図を見よ。今川義元の本隊は雨を嫌い、この桶狭間の山に陣を敷いたとのこと。何故桶狭間山に入ったことが分かったので。大高道を必ず使うだろうと読み、柳田正綱を長福寺に潜らせておいたのだ。すまんな新助、一番手柄はこのわしじゃ。なんじゃと、義元の首を上げた者が一番やりじゃ。出ての歴での名が偉そうに言うな。ほざいたな、減らず口を叩けぬようにしてやる。うるさい。正綱の調べによれば、桶狭間山に入った義元の本隊は2000ほどとのこと。本隊が2000とは意外です。俺をおびき出すために兵を分散させたのであろう。正綱や藤吉郎らの知らせをまとめると、大高城には御詰めも兼ねた松平衆が入り3000ほど、中島砦を狙うように川手道には瀬名隊や朝比奈隊4000、漆山には飯隊1500、桶狭間山につながる感動にも松井や神原の隊が点在しておるという。確かに分散しておりますが、されどこちらは2000そこら、格好撃破するには無理がありましょう。当然だ、狙うは義元の首ただ一つ。もしや桶狭間山に向かうと。それ以外にこの戦を勝利に導く道はない。俺が清洲城から出たことをまだ義元は知るまい。仮に清洲を出た知らせが届いたとしても、よもや中島砦まで進軍を終えておるとまでは考えまい。さらにはこの雨が我らに味方しようぞ。されど桶狭間山までは敵の隊が山ほどおりまする。摩擦間が敵に見つからずここに戻ってこれたのだ。その道を使えば敵と遭遇せずに行けるはずだ。摩擦な、皆にその道を教えよう。はは、地元の者しか知らぬ。手越川の北を東西に走る小道を。信長は半時ほどの短い軍議を終えると、土砂降りの中2000の精鋭を引き中島砦を出陣。柳田正綱の道案内で手越川北の古道を東に向かい、東海道に抜けると大正金の地から南に進路を変え、
鎌ヶ谷と呼ばれる山あいの道なき道を抜け、桶狭間山北の麓にたどり着いた。そこには神原氏典率いる守兵が登り口を守っていた。敵兵が現れました。織田も本馬と指しております。織田の兵に間違いありません。偵察隊であろう。この地に義元様がおられることを知られてはならん。すべて討ち取ってしまえ。はは、ではやはりこの先に義元はおるのだな。し、知らん。お主はどこの誰じゃ。名乗るほどのものじゃねえぜ。新助、よう倒したな。まだまだいけます。よし、皆聞け。今川義元はこの山のいずこかにいる。ひときわ目立つ都市を探すのだ。そこに必ず奴はいるぞ。義元以外の兜首をいくらあげても武功とは一切認めぬ。すべて捨ておくのだ。いいな。これが織田信長の奇襲策だ。全軍かかれ。ついに今川義元本隊の陣に向け織田精鋭隊が突撃した。織田の兵です。織田信長自らが兵を引き山を登ってきまする。寝言を申すな。信長は窮すぞ。こんな地におるはずがない。それが現れたのです。いかん、まこと敵襲だ。義元様をうなさねば。なんじゃ雨の中、想像しい足軽らの喧嘩か。義元様、お逃げくだされ。織田の兵が攻め登ってきまする。知れた数であろう。すでに北口の神原隊は壊滅したとのこと。それなりの数で攻めてきておると思われまする。なんと、もしや信長が来ておるのか。そう申す者もおりますが、定かではございません。とにかく大高城まで逃げましょう。そうじゃな、よし腰をここに。腰なんかに乗っては追いつかれてしまいます。走りますぞ。頭が泥まみれになるぞ。死によりましです。さあ急いで。ああ。今川義元は300ほどの家臣に守られるように西に逃げ出した。その頃、皇族として桶狭間山から離れた地に布陣していた井伊直盛に織田軍襲撃の知らせが入った。松井殿、まずい。織田信長が現れ、義元様の本陣へ攻め入っていると。まことか。神原氏典殿の家臣がわしの陣に落ちてまいり、至急援軍をと。いかんな、すぐに向かおうぞ。ああ。異変を聞いた井伊直盛や松井宗信の隊が急に動き出した頃、織田軍は義元の腰を発見していた。くそ、逃げたか。南方面の草が踏み倒されております。おそらくは大高城に逃げるつもりかと。ああ、追うぞ。雑魚にはかなうな。義元を探せ。信長による徹底的な追い打ちは続き、義元が山を下った頃にはこの周りは50もいないほどであった。義元様、この先の関東を越えた先に常福寺があります。そこまで行けば仲間がおりましょう。あと少しですぞ。もうダメじゃ。足が言うことを聞かぬのじゃ。そんなことをおっしゃらず。正信、しっかりせよ正信。大事ございません。拙者が敵を防ぎますゆえ。義元様は常福寺まで。すまぬ正信。今川義元が桶狭間山を下った頃、皇族の飯隊や松井隊が桶狭間山の西口に到着した。おい、山頂で方向がしておるぞ。これはまずいぞ。すぐにも義元様を探しに。おう、誰だか知らんが、そこそこの兜首と見たぜ。誰だ。よく聞いてくれた。おいらは織田信長が一番弟子、前田又左衛門利家だ。松井殿から離れろ。しまった。名を聞く前に撃ってしまった。まあそれなりの将であろう。この首を持っていけば貴様も叶うだろうぜ。次々と今川の重臣らが撃たれていく中、今川義元はひたすら南西に向け逃げていた。伊原忠治様、富永氏重様、三浦義成様、お討ち死に。伊原や富永の実家か。やっと追いついたぜ。その装束、今川義元殿とお見受けする。そう、やすやす、この首はやらぬ。そんなフラフラな足ではそれがしの槍はかわせぬぜ。お覚悟。待て、この本を槍で見逃してくれ。問答不要、おら。今川義元が首、毛利新助があげたり。駿河、東東に三河の大使、今川義元は桶狭間山から大高城に逃げる山中で討ち取られた。去年始終に。新助、ようやったぞ。論功交渉を楽しみに待つがよい。はは。殿、又左衛門が謁見を求めておりまする。又左が何故ここにおる。又左衛門と重にございます。どちらも上司級の首にございまする。義元の首以外は先行に値せぬ。よってその首に何の価値もない。そんな又左の謹慎を解いた覚えはない。ゆえにここにおるということは俺の命を破ったに等しいが、その支給に免じ不問としてやろう。今すぐここを立ち去れ。あは。そこまで厳しく当たらぬでも。あやつを許せば他の者らも許さねばならなくなる。そうであろう、なりまさ。仰せの通りに。よし、すぐにも義元討ち死にを各地に知らせよ。
雲の子を散らすように尾張から逃げ去っていこうぞ。追い打ちはせぬと。ああ、こちらも痛手は受けておる。逃げる者に構うな、歯向かう者のみを敵とせよ。はは、ではすぐにも指示いたしまする。今川義元討ち死にの方は瞬く間に各地に伝わり、楠影城の浅井正敏は真っ先に駿河へ撤退。宇土長照隊、瀬名氏俊隊、桂山氏元隊、朝比奈康友隊も逃げるように三河へ撤退していった。そして気づけば鳴海城の岡部元信、大高城の松原元康が取り残された状況となった。朝比奈殿も宇土の殿も三河へ撤退していったと知らせが入りました。義元様、討ち死にの方は誠のことにございましょうぞ。信じぬ、信じられぬ。殿、浅井六之助殿が参られましたぞ。おう、すぐに通せ。は、松平様をお迎えに参りました。迎えじゃと頼んでおらん。主、水野信元より岡崎衆を三河に無事送り届けよとの命にございますれば。それがしは義元様に大高城の城代を仰せつかっておる。この城を離れるわけには参らん。その義元様はもうこの世にはおられぬのです。お主までもが信長の流言に騙されておるのか。これを見てもまだ義元様が生きておられると言えますか。これは義元様が肌身離さず持っておられた太刀、義元左文字。何故これを六之助殿が。お察しくださいませ。さては叔父が書いた起承文は偽りであったか。偽りではございません。ただし義元様が生きておられる間はですが。おのれ殿、刀を抜いてはなりません。浅井殿は我らを三河に無事送り届けると申しておるのです。最後まで話を聞きましょうぞ。くそ、で叔父は再び織田と手を結ぶつもりなのだな。それがしには分かりかねまする。あの叔父のことだ、必ずそうする。これは噂事でございますが、岡崎城代の粕谷備前や伊能伏も堂々海へ撤退する動きとのこと。これを放置しては向方軍や壁海軍が再び荒れてしまうのでは。浅井殿の申されることが誠であれば、殿が岡崎城に戻れる好機やもしれませぬぞ。この大高城はどうする。ここは義元様がどうしても手に入れておきたかった城ぞ。小詰めが期待できない城にこもって難になりましょう。それに殿の本領は岡崎なのです。そこをまず先に固めるが何よりも肝要。わかった。では六之助殿に我らの命を預けよう。三河までの道案内をどうか頼む。ははこうして松原元康率いる岡崎衆はその日の深夜、静かに大高城を抜け、水の量を経由し境川を越え三河に落ちていった。その後織田信長は大高城を破却し楠影城を攻め落とすと、城主近藤景春は自害。最後まで鳴海城で抵抗を続けていた岡部元信も今川義元の首と引き換えに城を開城し駿河へ帰っていった。こうして尾張に切り込んでいた今川勢力はことごとく姿を消すことになった。殿、なんとか義元を撃てたからよかったものの、一つ間違えれば尾張の国があっという間に今川のものとなっていたのですぞ。ああ、うるせえな。もう8度目だ。いい加減勝ったことを喜べ。もちの論、喜んでおりまする。おりまするが、我ら重臣に一言の相談もなく動かれたことを嘆いておるのです。ボンドクラの話をいちいち聞いてたらまとまらぬであろう。奇襲というのは直感と運、それを信じ即動くことだ。元来奇襲というのは。それ以上言うなら妹一との会話を一切禁ずる。もう何も申しません。ははは、よし柳田正綱前に。はは、こたびのそなたの情報が何よりもこの勝利を引き寄せた。よって一番槍の光明とし楠掛城を与えるぞ。城持ちにと。そうだ、これからも当家のために励めよ。はは、信長様のため、そして織田家のため、誠心誠意努めまする。うむ、そして信盛。はは、鳴海城の岡部をよくぞ解き伏せた。あの城を力攻めしていたらこちらの被害も甚大であった。それを回避した功績は大きい。よってそなたに鳴海城を与える。以後も励めよ。西三河をいただける話だったかと。はあ、鳴海城はいらんのだな。いえ、ありがたく頂戴いたします。たく気分を害すやつだ。他の者も追って褒美を与えるゆえ待っておれ。さあ、今川義元亡き後、若造今川氏真がどう出るかが見物だが、三河からも続々と今川兵が引き上げていると聞くゆえ、当面の間は静かになろうぞ。あとは水野を返し松平元康を手名付けることができれば東の憂いが消える。さすれば北の宿敵斎藤義達との全面対決となろう。義元を討ったからとて天狗に丸でないぞ。いいな。こたびの勝利は尾張の主がこの信長であることを世に知らしめた戦であったと歴史に刻まれるであろう。それはここにいる皆と共に刻んだ偽りなき真実だ。敵味方は関係ない。桶狭間の地で散った物の蔵を称えるのだ。勝ち時をあげよ。
迂回攻撃説、正面攻撃説、別動隊説など多くの説で語られる桶狭間合戦であるが、今回の物語は今川義元挙兵の狙いは大高城と鳴海城の救援が第一であり、その後の信長の出方によって尾張府中へ侵攻するまでを想定した出兵であったと仮定し、物語を描いている。いかなる説であれ、この戦いの結果今川家は衰退の一途をたどり、逆に織田信長は一躍時の人となり、美濃や伊勢への勢力拡大を目指していくことになる。そしてその狭間の三河に残された松平元康は、今川一門であり従属国衆という立場の中、生き残りをかけた過酷な戦いに向き合っていくことになる。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで、合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない、そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。